俺だこんにちは、カンナです。8月16日、ホーム大宮戦について話していきたいと思います。えー、大宮は、今シーズンは、ディフェンスの改善に努めてて、デュエル率が高く、ゴールキーパーも硬くて、自分たちがしっかり守った後に、前線にプレッシャーをかけれる、ディフェンス力の高いフォワードを、 使うのが特徴です。大宮のゲームプランは対戦相手に攻めさせる。50分、60分守りきる。その時間帯に差し掛かったあたりでウィングバックとシャドウストライカーを変えてきます。そこから一気にギアを上げて攻めてきます。ディフェンスの高い、あ硬い大宮ですが、 バックラインとボランチに若干の守備の意識に違いがあり、バックラインは危ないと思ったらペナルティーエリアまで一気に下がってくるんですけども、ボランチはどうにか前のエリアでディフェンスをしようとします。 その時にバックラインとボランチにすごくギャップができる部分があるので、レノファはそこの部分に、その間にアーリークロスを入れて、2列目の選手が飛び込んで攻撃する。これが理想のレノファの形だと思います。8月16日、ホーム大宮戦、絶対勝ちましょう。僕も応援に行きます。 いつも最後まで動画を見ていただきありがとうございます。皆さんそれではまた。